新型コロナウイルスの感染者急増を受け、県は今週中にも軽症や無症者の宿泊療養施設として。もう一つホテルを借り上げ、百五十室程度増やす方針です。これで県内の宿泊療養施設はおよそ六百五十室になります。県は現在、青葉区内でホテル二棟を借り上げ。合わせておよそ五百室程度を軽症や無症状者の宿泊療養施設として確保しています。 しかし、2月末以降は急増する感染者に合わせて、宿泊療養施設の利用者も増加し、きょう午後3時時点での利用者は321人になるなど、確保した部屋の6割以上が埋まっている状態です。今週中にもう1つホテルを確保すす。る予定となっていまま人手が足りませんので、 新しいホテルについては仙台市さんに全面的にご協力をいただくということで調整が進んでおります村井知事はきょうの記者会見でさらなる患者の増加に備え今週中に仙台市内のホテル1棟を宿泊療養施設として借り上げ150室を新たに確保すると発表しましたこれまでの宿泊療養施設には県と仙台市がそれぞれ事務職員を常駐させていますが 県職員の人手が不足していることから、新たに借り上げる施設では、仙台市と民間の人材派遣会社で対応する方針です。